ファイナル、アプローチは2004年10月7日にプリンセスソフトから発売されたプレイステーション2用の恋愛アドベンチャーゲーム。セロレーティング15歳以上対象。2004年10月にはテレビアニメ化もされた。2005年8月12日にはファンディスク、ファイナル、アプローチ、ファイナルファンディスクマイナスが発売された。2008年2月28日、続編である ファイナル、アプローチに、ファーストプライオリティが発売された。あるバレンタインデーの日、水原涼の家に一人の少女が訪ねてきた。彼女の名は、増田西上歌彼女は一包みのチョコと共に指輪を取り出し、強引に涼の指にはめる。それも、無理に外そうとしたら、爆発するという言葉と共に。西守かはさらに、自分が涼の言い名付けだと語る。 こうして、両の波乱に満ちた結婚相手選びが始まるのであった。シナリオ担当の三浦よ明によるお遊びで、主要人物の名字は全員、魔行で始まっている。三浦が手がけた本作以降の作品では、同様の名前遊びが伝統的に行われるようになった。2004年10月2日から2004年12月25日まで、プリンセスアワー枠内で、 全13話が放送された。W.Wish との2本立て放送だが、放送会によりどちらを先に放送するかランダムで決めている。UHF アニメにあたる。西守るかの行動がより過激になったり、ことあるごとにキャラクターがちびキャラ化したりするなど、コメディ色が非常に強くなっている。DVD 版では、お色気シーンなどの新規映像や次回予告が追加されている。 しかし前者に対してはファンから打足との声が上がったため、監督の山本は意外な反応に驚き、メインライターの長谷川は嬉しい誤算と語った。主題歌2005年8月12日に通販限定で発売された Windows 用ファンディスク。芽生え、あやめを主人公としたガイデンストーリー。スプリングホリデーズとマージャンミニゲームファイナルマージャン壁紙集。 システムボイストーンが収録されている。2005年11月より S アプリ版が配信されている。西間モルカ、民章、ユリカ編とミキアライホ編に分かれており、後者は2006年3月に追加された。音声は未収録で、対応機種は256キロとメガアプリ。ジャイブより2巻が発売されている。著者はゲーム版シナリオ担当の三浦洋明。 2005年2月10日、初版発行 ISBN4 から861760801。2005年9月24日、初版発行 ISBN4 から861762073ゲーム本編中に、水原家の伝統イベントと称して、登場人物たちが麻雀を行うシーンがある。ただし選択肢が一つあるだけで、実際に、プレイヤーが麻雀を打つわけではない。 制作当初の予定では、マージャンの結果は、翌日のイベントの発生有無にのみ影響し、イベント CG が1枚表示されるかされないかの違いに、止まるはずだった。しかし、開発終盤に、シナリオ上の矛盾点を解消するため、そのイベントが、笑いほぐっとエンドへのフラグの一つに急遽変更された、ことで、マージャンの勝敗が、グッドエンドに直結することになってしまった。アニメ版で、 マージャンが描かれることはなかったが、アニメの関連商品である CD ドラマシリーズボリューム3にて、笑いホイコールマージャンというギャグが大々的に使われた。そして、ファンディスクに、ファイナルマージャンとしてマージャンそのものが収録され、ファイナルシリーズの伝統として定着した。ファイナル、アプローチににおいても本編にマージャンシーンがあり、勝敗が一部のエンディングに関わる。また、 単独で制作されたアプリ1チマージャンが本編発売に先行してコミックマーケット73やオンラインにて配布された PSP 版では本編にアプリ1チマージャンも収録されているありがとうございます